冗談じゃねえよ、大分日帰りだってよ、大分日帰りだって初めてだよ、俺はっきりって思ったけど、流しドラムやっててよ、本当に。いや、流しドラムって別府でこのバンド初めてなんで、九州でやるの初めてだから、そういう意味ではいろいろな人に聞いてもらえていいかな、いい機会かなっていう感じですね。まあ楽しんでください。本田さん一言お願いします。バカ野郎
Thank you.
ね。